はい、それでは枠を取り直してパート59続けてやっていきましょう。なんとかね、逃がさないようにして、あの星のオーブは取りたいとこだね。はい、バスでいらっしゃい。あ、聞かぬわ。バコス。はい、二個目さんいらっしゃい。で、カチュアで潰す。潰す？いや、ん？水。あ、コテハンありがとうございます。トールさんね、よろしくお願いします。さーて、どうしようか。ジュリアンに倒させようかな。めったいない機会だしな。よろしくお願いいたします。ラーマン神殿ですね。そうですね。第一部十多い。会心出すな。あ、でもレベルアップタイミングじゃないか。第一部15章、マムクとプリンセスで、ラーマン神殿に来てるとこですね。前のところ、秘密の店には行きましたか？あー、覗きましたね。覗きに行きました。ただ、なんだっけな。リライブの、ちょっと待ってね。あんまりね、買わなかったはず。一応覗きには行って、何か買ったかな。あ、シェイバー1個買って、あとは、あれか、リブローの杖買ったんだっけ？だったかな？あ、それくらいしかしてないですね。シェイバーね、もうちょっと買っとけばよかったかもしれないね。もったいなかったかもしれない。リブローも一本買ってたような気がする。そう、確かね、あそこで買う価値のあるものはシェイバーとリブローだからそれでいいと思う。そうそうそう。なんか他は特にいいかなと思って買わなかったんだよね。とりあえず、こいつを出して、で、和骨？はい、9個目さんいらっしゃい。守備開けとくか、ほんとな。もうドーピングはほぼマルスに使うって決めたから今使ってますね。よし。で、盗賊がどこに逃げるかだな。勇者の方に行かれたら、あ、そっちも取るの？そうか。あ、光のオーブか。マジかよ、お前。オーブ二つ持ちか。こいつ逃がしたらあかんな、絶対に。さすが主人公。いらないから流れてきただけだけど、シェイバーは劣化カリバー。あー、やっぱり。コンソメオブ。そうだね、ドーピングらしいね。そう、シェイバーはね、エクスカリバーっぽい感じで、リンダが使えるかなと思ってリンダ用に買ったんだよね。ただ入れてなかったけど。星のオーブだっけ、対比差し減らないの。そうそうそう。それもね、確か以前、リスナーさんに教えてもらったような気がします。
あー、そうか。こいつサンダーソード持ちか。めっちゃ厄介やな。カリバー無双。カリバー無双できたらいいね。あ、とりあえず、こいつは回復で。魔力依存じゃないっけ、サンダーソード。ん？そうだ。てか、そもそも魔力ないからね。力だ、力しかないからね、このゲーム。力依存。うん。そもそもサンダーソードって、この頃は力だけだったか。そうそうそう。なんか、次の作品の聖戦から、あ、違う、紋章の謎だけだっけ。ファミコン版の暗黒戦争編は、なんか力と魔力が分かれてたって聞いたような。聞いたような。あ、で、これ威力10固定か。ダメージ10固定だ。10固定ですね。で、防ぐのは、魔法防御の特効かな。なんかな、多分。違うんかな。もう10固定なんだろうか。力弱い人向けだね。そうだね。そう、だから、ジュリアンに使わせるためにマニュアルを使おうかな、どうしようかな、っていうのをちょっと考えてたね。さーて、こいつどうしようかな。ただ突っ込ませないことにはどうしようもない。が、突っ込ませると、こいつから壁で攻撃されるんだよな。厄介なやつだ。勇者も来るしな。あ、しかもこいつ銀の剣持ちか。強いな。こいつの、こいつの相手は動画にしたいところ。ジュリアンは最終戦で使うつもりなら星で鍛えた方がいいかな。あー、そうなんだ。最終メンバーね、どうしようか、まだちょっと。そう、クラスチェンジしないからね。だ、それもあってマルスもほとんど育ててない状態なんだ。動画は強いぞ。動画は強いぞ。多分、どうなんだろうね。これ強いんだろうか。力と守備は比較的伸びてくれたんじゃないかなと思ってるけど。どうしようかな。前進ませないとダメだけど、進ませるの、辛いな。あー、マムクーとカリュウになったターンって攻撃できたっけ？できないか。ここでカリュウになってこいつ焼き殺そうかと思ったけど。動画にしては伸びてるね。俺がやるといつもエタレる。典型的な、硬い、強い、遅い。そうだね。遅いね。あとは幸運が、あとね、速さもね、比較的、伸びた方なんじゃないかなとか思ってるけど、どうなんだろう。和骨です。久しぶりのフェダー。はい、トークさんいらっしゃい。どうしようかな、どうしようかな。どう進ませたらいいかな、悩むぞ。まあでもこいつサンダーソード持ってるから勇者にしてはあんまり怖くはないんかな。あ、でも高速低いと固定で20ダメージ受けるのか。こいつ20くらうな。
ああ、これ、厄介な配置やな、本当に。確実にこいつ、逃げるよね。あ、でも最悪、次のターンここだから、こいつの攻撃に耐えれそうなやつを、で、とどめさせたら、いけるか。あ、じゃなくても、ここから、魔法打って倒せばいいか。以前少し話しましたが、ここから先の秘密の店にワックアイテムとドーピングアイテムがあります。あー、それを教えてくれてたのがトールさんだったのね。とても高いです。そうか。ついに小手半を残してくれたってことなんだね。高いんか。だからお金が必要なのね。そう、クラッシェンジアイテムはね、欲しいね。こいつ欲しいね。もう完走しちゃったからね。つまり闘技場無双。ねえ、闘技場無双しないとな。次のショーを出るかね。信じちゃいけない 1% な。信用してならん 1% や、それ。あー、そう、ファイアエンブレムの 1% は絶対に信じちゃいけない 1% で。シミュレーションゲームやる人間は 1% も信じない。そうね、信じちゃいけないよね。特に世間、ここぞの場面で当たりを持ってくる 1% の話と聞いて。ねえ、ほんとだよね。1% じゃないけどね。33コミさんいらっしゃいね。ジュリアンの、なんか、弟というか、なんだろう、弟子というか、子分か。みたいな、やつのリカードっているじゃない？あいつが確かね、アーチャーの 3% だからね、クリティカル食らって死んでるんだよね。なので、信じません。こいつここに置いて、いや、ちょっと待てよ、ジュリアン危ねえな。あ、そう、配置ミスったか。あ、でもこう、一発なら耐えれるか。リンダオと、マリコいて、で、動画をどうしようかな。おとりとして置いとこう。司祭の指輪はたくさんいるな。レナとマリクとリンダはコツです。あー、イサムさんもいらっしゃい。あー、司祭の指輪が、でザクと。ですか。そう、やろうかなともちょっと思ったんだけどね。ただその後が怖くてな。さすがに20こいつから食らって、で、こいつからも多分2回攻撃食らうことになるから確実に落とされるよね。
と思って突っ込ませるのはやめた。なんかね、このシミュレーションゲームやってるとな、マリクに突っ込ませるべきだった。あー、いや、どっちにしろ辛いかな。結構ギリギリな気がするけど。まあ、とりあえずね、なんとかなると思ってるから大丈夫だろう。でね、スパロボとかだったらね、もっと気楽に、ガンガン。前にちゃんと全部の扉開けよう。それは一応する。予定。時間かけてね。ファイアーエンブレムさ、死ぬとさ、続けるかリセットするかで、私リセット選んでるんで、結構慎重にやってるから、進みがね、遅くてね、放送的には申し訳ない。で、前の章が簡単だった分ここちょっとむずいんだよな。そう、前の章。盛り上がってくれるのはいいんだけどね。リセット制限はしてないからね。43個目さんいらっしゃい。そう、前の章がね、比較的、なんかすんなり終わったよね。いつも、2日目までかかってるけど。前回は1日目で終わったからな。まあ、どうか。なんとか逃がさないように頑張ろう。扉開けてからの奥の増援しっかり対処できたのね。そう、奥の増援は、全滅させたね。そこに来たか。で、やっぱりジュリア狙ってきたか。次のターンで逃げるな、そいつ。そう、逃げるから、一撃で落とす。絶対に逃がさん。容赦なくオーラぶっ放してきた。相手は死ぬ。やっぱここでこそのオーラでしょ。よーし。で、これでもう安心やな。で、ここだったら、こいつは攻めてこないから、OK でしょう。ゆっくり攻める。勇者の相手はね、こういうところでこそ芯を使わないとな。そうそう。勇者の相手はね、シーダじゃないと怖いからね、シーダ以外は勇者の前に立たせたくない。動画でさえ危ういからな、幸運低くて。で、あとは、こいつを、誰で倒そうかな。ちなみにこいつはね、シータがエースという違和感。エクスカリバーでぶっ倒そうかなと思ってけど、いけるかな。シーダエースだよ、うちの。めっちゃ強いんだから、こいつ。そう、エースであり、お買い物係だからね。ペガサス。確かに。パオラでもカツアでもなく、シーダがエースと申すか。シーダ、エースだよ。強いでしょ？かなり強いと思うんだけど、こいつ。かなりね、化け物じみた成長してるんじゃないかろうか。普通三姉妹だからね。そう、三姉妹は強いって聞くね。ただ三姉妹揃ってないとねーっていう感じだよね。体力がないテクニシャンシーだか。そう、唯一ね、HP だけはそんなに。力9だけどな。力9だけどな。でも9でも高い方じゃないかな。あ、でもパオラには抜かれそうだね。はい、オグマさん。ここでファンありがとうございます。オグマさんね、このショーでは使ってないね。ちょっとカインとアベルを。まあ低かったから、
あげたくてね、こいつら入れてたんだけど。オグマは最強。うん、オグマはね、隠れステータスが。隠れステータスとかあんのか。そうなの。で、シーダのエースたるゆえんはあれだね、こいつの援助を受けれるっていうのが強い。回心率と回避率がね。ああ、そうなの。それがなんか、内部でプラスついてるの？オグマはほっといてもパラ20になるよね。あ、そうなの。シーダのそばにいると高くなるのか。ああ、そうだね。そう、片思いなんだよね。なんか片思い多いよね、このゲームね。動画で削るか。死ぬか？あ、いや、残るな。育ちナンバーワンは、マリク。マリクね、力だけ伸びないんだよね、うちのマリクさん。力さえ伸びてくれりゃ文句ないんだが。力が低くてな、武器レベルだけめちゃくちゃ上がるけど、武器と体力がね、異常に上がるんだよ、こいつ。黙っててもすべてマックスになる可能性を秘めてるやつ。あ、それがオグマなんか。片思いしたおっさんだけどな。それは言っちゃあかんやろ。それは言っちゃいけないよ。あ、でもね、あのリスナーさんに言われてからね、あのファイアーエンブレムのアニメなんか2話だか3話までしかやってなかったっていうのを見たんだけど、確かにね、あれで見たシーダはかなり幼かったね。よし、パオラで。4話予定で2話しかできなかった。あ、4話予定で2話だったのか。そうそう、ナバールも出てきたね、確かね。お、パオラまた力上がったぞ。これで力よく上がるな。なんか前情報で、パオラが一番育たないって聞いたけど、カチャよりも上がってる気がする。三姉妹の使い方知らんみたいね。三姉妹は、敵を囲むと、トライアングルアタックができるんだよね。ただまだ三姉妹目が出てきてない。パオラ8から上がりやすい印象。あ、そうなのか。あ、知ってるのか。そうそう、知ってる知ってる。シリーズ通してだよね。十分優秀。うん。そう、力が伸びやすいから使いやすい。ただ幸運が低いから勇者の前には出せないね。パオラ派主要パラのみ伸びるイメージ、なお幸運は上がらない。幸運はきっとこいつ幸薄いんだろうね。きっとそういう設定なんだろう。デルタエンド知ってたらおっさん。デルタエンドってなんだろう。幸運は仕方ない。うん。高速だけ上げとこう。一撃なら耐えれるはずだから。仮にこいつで倒せなかったとしても。片思い出しし。ああ、そうなんか。あ、高速エクスカリバー低いんか。そうか、一撃でほふってやろうかと思ったけど。ダメだな、そしたら。そうか。飛行相手じゃないと。あとは、必殺で、どうにかしてもらうしかないか。敵かわいいよね。ドラゴンじゃなければね。ドラゴンじゃなければかわいいね。耐えれるよな。二流しか足らんしな。行け。今だけ会心を許そうではないか。よし。け、わら。ふん。必殺39で出なかったらもう、ファイアエンブレムの 1% は信じられなくなるわ。さすがマリクだ。ねえ、てかさすがエクスカリバーだね。
そう、これはいいんだけどね。あの神竜の姿はね、ちょっと手抜きかなって思ったね。リメイク版だと、姿変わってんのかな？他のドラゴンと同じ扱いだもんね。さーて、こっからどうするかだ。てか宝箱取らないのか、わら。最後最後、最後最後。最後だね。できることなら、チキだけ残して、かな。こいつ動かないよね。動かないと思ってるけど。なんか動くボスもいるとかって聞いたけど、動かない。射程距離に来ないと攻撃しない。だよね。なるべくこの魔導士たちも釣って、容量の都合で削られることあり、リフ。第、釣るやつも確かにいる。第一章で、仲間になるはずだったヒーラーさんだよね、確かね。リフって。ハゲって聞いたけど。なんか職業が僧侶。ここの攻略はとにかく進軍でオーブの確保が正解だと思う。だからとりあえず、敵倒して安全確保してから。たまに突っ込んでくるボスがいたね。そう、で、そのたまにがね、わからないからね。怖い。とりあえず左から攻めるか。下手に左右に分けても戦力分散するからな。で、安全確保できたら、こいつを向かわせて、って感じだね。ああ、ここの扉みたいに敵の中にいたら危ないしな。というわけで、今誰 HP 減ってる？減ってんのは、こいつは減ってない。増えただけだ。こいつだけか。こいつだけ回復しとこう。こいつ、ちょっとね、鍵開けに頑張ってもらわないといけないから。で、うちのエースさんと動いていた。守備11か。攻撃22が結構痛いよな、さすがに。それでも10か。カシムいないのか。あーんとね、アーチャー部隊は今回お休みだね。幸運が上がらないカシム。そう、幸運が上がらないカシム。代わりに力だけ上がる。パオラと一緒な。ビラクって誰だろう。なんか聞き覚えのある名前だけど。よし。銀には銀よ。あ、そうだ、これ。説明を。あ、次枠行きますね。はてなかよ。効果わからないじゃないか。クボーナスが良いのでトーマスも何気に強くなる。おつつ。はい、お疲れ様。トーマス、もう一人のアーチャーのやつか。使ってないね、確かね。はい、良ければ次枠も来てねー。